伝統楽器を演奏するマラウイの男性本校では、マラウイの文化について説明する。マラウイの主要な文化の一つに、伝統舞踊があり、1987年11月には、マラウイ政府によって、国立舞踊団が創設されている。伝統音楽や伝統舞踊は、通過儀礼や儀式のほか、結婚式や祝賀会で盛んに行われている。サッカーは、 イギリスの植民地時代にマラウイへ導入され、現在最も盛んに行われているスポーツである。なお、近年はバスケットボールも広まりつつある。チェワ族のマスクまた、マラウイに暮らす民族は、カゴ細工や木彫りの仮面などの制作に関して、豊富な伝統技術を有している。なお、これらの道具は、各部族の伝統的な儀式に際して、現在でも使用されている。 その他の木彫り製品や油絵も観光客に販売するための商品として制作が行われており、都市部では数多く見ることができる。マラウイ出身で国際的知名度の高い文学活動家としては、詩人のジャック・マパンジェ、歴史作家兼フィクション作家のポール・ゼレザ、作家のレグソン、カイラ、フェリックス・ムンサリ、フランク・チパスラ、デイビッド・ルバジリなどが知られている。 現在の国家名であるマラウイは15世紀頃にコンゴ民主共和国の南部から移住してきたバントゥー系民族のマラビ族に由来する。この民族はマラウイ湖の北側のエリアまでたどり着いたところで2つの集団に分離した。一方は湖の西側を南へと進みマラウイ湖の西側のエリアに暮らすチェワ族の先祖となった。残りのもう一方は 湖の東側を南へと進み、マラウイ湖の南側のエリアに暮らすニャンジャ族の先祖となった。1900年頃までは移住や部族紛争といった諸条件からマラウイ人社会の結束形成は妨げられていた。その後、より近年になってくると民族や部族の差異は減少していくが、地域による差異や対立は現在でも残ったままである。しかし、 いくつかの明確な異があるにもかかわらず、現在は重大な不和や対立関係が各部族間に存在しないことから、マラウイ人としての概念が定着しつつあるといえる。また、田舎の農村の人々が大半を占める、マラウイ人は、外して保守的であるとともに、伝統的に非暴力主義である。マラウイの国旗マラウイの国旗は、上から順に黒、赤。 緑の三色旗であり、最上段の黒いエリアには、日の出の赤い太陽が描かれている。この三色は、黒がアフリカの国民を、赤はアフリカの自由のために殉教した者の血を、緑はマラウイの自然を示しているほか、日の出はアフリカにおける自由の始まりとアフリカの希望を意味している。マラウイの国章の中には、三つの 小さな領域に分けられた縦が描かれており、三つの領域のうちの上の段には銀色と青色の波模様が描かれている。また、縦の中段には赤を背景とした金色のライオンが描かれており、縦の下段には黒い背景に浮かぶ金色の太陽が描かれている。次に、縦の上部には兜が置かれ。 その兜の上には、和紙が描かれており、さらに和紙の後ろには、金色の太陽が浮かび上がる様子が描かれている。また、縦の左側にはライオンが、右側には、氷が描かれ、左右から国章を支えている。一方、縦の下側には、山が描かれており、その下部にあるリボンには、マラウイの国の標語である、ユニティフリーダムの言葉が英語で書かれている。 上記のうち、波模様は、マラウイ湖を浮かぶ二つの太陽は、アフリカの自由と独立の誕生を、山はマラウイで、最も標高の高いムランジェ山を意味している。ターナー、ザ・ステーツマン、SER ブック、P824、ゴール、ワールド・マーク、エンサイクロペディア・オブ・カルチャーズ・アンド・デイリー・ライフ、ピコグラム、101・102、バックグラウンド・ノート、マラウイ。 ビューローオブアフリカンアフェアーズ、US デパートメントオブステート、2010年1月27日、閲覧。ベリー、ブルース、マラウイ。フラッグス・オブ・ザ・ワールドウェブサイト、フラッグス・オブ・ザ・ワールド、2010年1月27日、閲覧。中日マラウイ共和国大使館マラウイのシンボル。ありがとうございます。